なんかあの鈴木宗男さんちょっと見たんですけどなんかガーシー議員に、まあ、あのなんか言いたいことがあるんだったら表に出てき,てこ聞きなさいと、まあ、それがまあ議,員の議員としての常識なんじゃないかなというようなお話をしてたんですねただ今その言いたいことは別にネットでも言えるし YouTube でも言えるし Zoom でも,でも言えるしもしその言いたいことをリアルじゃないといけないということであるならば Zoom 会議って全部無理ですよね ズーム会議は全く会議になってないみたいな。リアルに来ないと、その発言の,そのパワーがないんであるならば、まあ、全部それ否定ですよね。で、それでなんだっけな、橋本議員が、そのまあ、それはそうだよねと。だからそれはまあ今後変えないといけないと。ただ、今現状としては、現状としてはこういう常識があるんだから、ガーシー議員はその,その常識を変えたいんだったら、 この常識の中でそれを発言して変えていこうぜみたいなのを言ってたのかな。うん。まあとりあえずでも、あと30年経てば変わると思いますけどね、さすがに。<laughs> 鈴木宗男さんも申し訳ないですけども、30年後は生きてんのかな ?40 年後 ?50 年後じゃあ100年後多分今の国会議員のトップ上の人とか、議員の上の人って、その、スマホ世代じゃないじゃないですか。かスマホ世代の人たちが全員議員になって、 総理大臣もスマホ世代の人が総理大臣になったら多分さすがに変わりませんだからそれは今ねちょっとハイブリッドなんでねだからややこしいんじゃないかな昔の常識と今の常識のこの変化も早いけどもこのなんか対立してる感じがあるんですよねうんなんか今ほんと変わってますのでうーんだか,ら変わだから久保さんが言う通り常識っていうのは変わることが常識っていうことですよねいってらっしゃい